皆さんこんにちは、ゆうカフェのゆかです。今日はラブミーモアの動画の続きなんですけども、今日はちょっと朝に頭をすっきりさせたりとか、ちょっと一日の始まりを気持ちよくスタートさせるためにできる朝ヨガっていうのをやってみようと思います。まずは体をきちんと動かして起こしていくために、太陽礼拝にアレンジしたものを加えていきます。ぐーっと上に伸びたら、下に手をついて吐く息と同時に体を床に近づけていきます。上半身だけ上にぐーっとコブラのように伸びていきます。吐く息でお尻をぐーっと天井上の方に向けながら、こう体が三角形になるように作っていきます。そしたら太ももの裏、ふくらはぎの裏をぐーっと伸ばすように足踏みしてみましょう。十分に裏側が伸びたなと思ったら、手のひらを足の方に歩くように持っていって、さらにふくらはぎの裏、太ももの裏、腰の方を伸ばしていきます。一度グーッと伸ばした筋肉を緩めてあげるために、指先を床につけて、ちょっと背筋が伸びるようなイメージをして前に伸ばしてあげてください。そしたら次の吐く息でもう一度グーッと下に下げていきます。そしたら手のひらを前に歩かせて、右足をグーッと90度に持っていきます。できるだけ骨盤が床の方にグーッと下がるイメージを持って、息を吸って吐きながらキープしてみてください。そしたら後ろ足を楽に下ろしたら、さらに骨盤を下にグーッと下げるように意識してみてください。できる方は手をグーッと上に上げてストレッチをしてみましょう。もし難しい方は無理せずに自分ができるところまで伸ばすイメージを持ってやってみてください。そしたらもう一度お尻を天井に向けるようにして三角形を作っていきます。この時に肩や背中の裏がグーッと伸びるように、そして膝を曲げて首の力が完全に取れるようにしたら、頭ブラブラって振ってみても気持ちいいですよ。そしたらさっきの反対側やっていきましょう。左足を90度に曲げた状態で、後ろの足はかかとを床につくようにして、バランスを保ちやすくして骨盤を下にグーッと下げていきましょう。そしたら後ろ足を楽にして、もう一度骨盤を下にグーッと引かれるように伸ばしていきましょう。同様にできる方は手をグーッと天井に上げながら上半身も伸ばしていきましょう。そしたら手のひらを床について、もう一度お尻を上に上げて三角形を作っていきます。ぐーっとふくらはぎの裏、太ももの裏を意識しながら、もう一度ぐーっと伸ばしてあげましょう。そしたらプッシュアップの姿勢に戻ったら、もう一度ぐーっと体を床に近づけて上に伸びていきます。そしたらちょっと腰を休めてあげるためにチャイルドポーズに戻って、体の後ろ側を休めてあげましょう。ここで深呼吸を忘れずに。毎日忙しくていろんなことがあるけど、でもこうやって健康な体を持って朝を迎えられることにもう一度感謝してスタートしてみましょう。そしたらちょっとここで腰と肩と首のストレッチっていうのをしていきます。足をこう90度に曲げた状態で、お尻を天井に突き出した状態で、腰肩っていうのを床にグーッとつけていきます。これがパピーポーズっていうんですけども、なんか犬がこうグーッと背伸びしたような感じのポーズになります。十分にちょっと伸びたなと思ったら、右肩を中に入れて、肩周り、肩甲骨周りっていうのをほぐしていきます。できる方はここで左手も後ろにぐーっと伸ばしていく感じで、さらにストレッチをしていきます。
したら左腕も同様にストレッチしていきます。そしたらゆっくり正座の姿勢に戻って、今日のモーニングヨガはおしまいです。今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。もしよかったらインスタグラムとツイッターのフォローお願いします。これからもこういう動画見たいよとかあったらリクエスト待ってます。それでは次の動画で会いましょう。バイバイ、アンニョン。